世界的に見ても阪神ファンが熱狂的に狂っているわけ。38年ぶりのアレのアレ、プロ野球阪神が日本一に輝いた11月5日、大阪ミナミの繁華街では大歓声が上がった。道頓堀に行かなあかんとばかり、グリコの看板で有名な道頓堀川沿いは阪神ファンであふれた。1985年の日本シリーズ制覇時は、当時阪神の主砲ランディ・バースに似ているというだけでカーネル・サンダース人形が道頓堀に投げ込まれた。それから阪神はカーネル・サンダースの呪いと言われ続け、それ以降日本一はなかった。また当時近くのカニ道楽のカニの動く看板も足を折られる被害が出たほか、繁華街ではタクシーがひっくり返された。二度と繰り返してはならないと、大阪府警はこの日、恵比寿橋を中心に約1300人を動員して警戒する。そして DJ ポリスを配置し、阪神タイガース優勝おめでとうございますとなだめたが、さすがにそこは手強い阪神ファン。盛り上がりは収まる気配がなかった。飛び込んでもカーネル・サンダースは見つかりません。もう見つかっております。と、関西らしいジョークを交えた説得も効き目はなかった。京セラドームで日本一を目撃した後、ここまで転戦してきた阪神ファンも参戦する。何かの行事やルーティーンのようにバカ騒ぎし、飛び込んではいけない川にも飛び込んでしまうのも阪神ファンだ。阪神はプロ野球12球団最多の観客動員数を誇り、今や MLB のヤンキースやドジャースと比較されるほどの人気球団。日本に現存するプロ野球球団の中で球界の名手巨人に次いで2番目に歴史が長く、あるデータ会社の調査によると、最近ではその巨人より全国でもファンが多いとされている。これだけの人気を誇る球団にもかかわらず、今年日本一になるまで、日本一になったのはたったの1回のみで、2004年創立の東北楽天ゴールデンイーグルスと並び12球団最下位だった。なぜこれほど弱いのにこれほど人気があるのか。今回は阪神ファンが世界一熱狂的とも言われる理由について深掘りしていきます。なぜ弱い阪神が日本一の人気球団なのか。そもそも阪神タイガースは兵庫県に本拠地の甲子園球場を置きながらも、大阪という地域を強く持っている不思議なチームである。チケットはないが雰囲気を味わいたいと京セラドーム近くに来ていた男性は、順位だけじゃない、打倒関東、打倒読売と熱く語る。常識的に考えればリーグ優勝38回、日本一22回を誇る巨人をライバルというのもおかしな話だが、今なおファンの根底には対東京、対中央の意識が強くある。また20代から甲子園に通う女性は、一生懸命応援したら強くなるかなって、出来の悪い子ほど可愛いやろ、関西人は情に厚いからと笑った。阪神は決して優等生的チームではなく、2010年以降も2位6回と信じられないようなドジやズッコケをしたりするので、見ていてハラハラドキドキして、見る者の母性本能をくすぐるというのだ。また大多数の人がそうであるように、そんなにうまくいかない自分の人生を阪神に投影している節もある。理屈ではない、なぜか魅力的で引きつけられるチーム、それが阪神タイガースだ。阪神ファンの応援は他球団の応援よりも熱狂的。おなじみの阪神ファンの汚いヤジに言い返したこともある元巨人の上原浩二氏は、2006年に行われた WBC の際、韓国側の熱狂的な応援について質問されると、甲子園の応援の方が揺れてすごいと答える。また翌年の2007年、北京オリンピックアジア最終予選後、チャイニーズ台北戦での完全アウェーの応援について聞かれても、甲子園の阪神巨人戦が世界一と語っている。巨人の元エースで阪神のコーチも務めた西本隆氏は、巨人ファンにとって巨人は趣味の一つ、阪神ファンにとって阪神は生活の一部と語る。阪神は生きがい、人生そのものだというのだ。また
阪神ファンにとって球場での応援は観戦ではなく参戦であると分析している評論家もいる。阪神ファンは熱狂的で感情的で陽気でお祭り好きというイメージが自他ともにある。野球にそこまで関心がない比較的ミーハーといえるプロ野球ファンは巨人を支持する人が最も多いが、熱狂的なファン層では阪神を支持するファンが最も多いのだ。関西人の文化。平成の初めに阪神で活躍した亀山勉氏は、関西には目立ってなんぼの1ビリ文化がある。お笑い文化が発展したのと同じで、野球文化が根付いたのも何かで目立ちたいという気持ちからではないかと分析する。1ビリとは、ふざけてはしゃぎ回ること、あるいはそういうお調子者、目立ちたがり屋のことを意味する。たちが悪いのは、あかんやめとけと言われると余計に調子に乗ってアホなことをする性質があることだ。結局、日本一当日の道頓堀では、カーネルの呪いで知られるカーネル・サンダースの仮装した男性も胴上げされながら38年ぶりに道頓堀川に投げ込まれた。そしてスクール水着で飛び込む女性の姿も。大阪府警は厳重な警備を敷いていたが、比較的手薄だった川沿いからは周囲に煽られるように一人また一人とダイブ。結局37人もの人が飛び込んだ。一ビリと悲劇の引き倒し。この悪乗りしやすい傾向は関西のマスコミにも見受けられる。ある球団関係者は、これが阪神なんやな。他球団なら選手や監督への悪口までは報じられてないと思う。テレビ局はスポーツ紙も番記者は一人ずつだから顔もわかるし、ある程度の信頼関係もある。だけど阪神は報道陣の数が違うからな。誰かで構わず思ったことを何でも口にしたわけよ。ほんならマスコミのいい餌食になるんや、と語る。関西メディアの影響力は絶大だ。地元のサンテレビなどは開局当初の1969年から阪神戦の完全中継を続けるなど、関西メディアも阪神を大きく取り上げることで広くお茶の間に浸透し、実力以上に人々の心を強く引きつけた。それともう一つ、阪神を猛烈に愛するがゆえか、いちびってチームが困っているのを面白がっているのか、阪神ファンは贔屓の引き倒しの傾向が強い。去年ドラフト1位で指名され、この日本シリーズでも大活躍した森下翔太にも、森下頑張れという声援が飛ぶ一方、森下、ほんまは岡田監督嫌いなん違うか、どんでんは嫌いでも関西は嫌いにならんといてくれ、と神奈川県横浜市出身の関東人でまだ阪神ファンに慣れてない森下にも当たり構わずヤジが飛ぶ。熱烈なファンはありがたいが、かつて阪神に在籍した OB は、大阪は古くからの谷町が多い。選手を夜な夜な町へ連れ回す。若い選手は先輩に誘われると断れない。潰れていった選手を何人も見た。チームも失速したりね、と語り、日本一になってチヤホヤされ、若い佐藤輝明や森下などを心配する声も多い。また今年の4月14日、阪神公式サイトから、観戦されるファンの皆様におかれましては、選手を誹謗中傷するようなヤジや、侮辱的な替え歌はおやめいただきますようお願いいたしますという警告が発せられた。阪神ファンの相手選手への品のないヤジは日常茶飯事。替え歌は主に巨人の球団歌、闘魂込めての替え歌、昇魂込めてのことだ。コロナ禍にできなかった声出し応援が解禁されたスタンドでは、積年の鬱憤を晴らすかのように昇魂込めてが未だかつてない大音声で歌われていた。そして相手投手が降板するときに蛍の光を合唱したり、特定選手の替え歌を歌ったりもする。相手チームを侮辱し攻撃する阪神ファンは自分の仲間のことしか考えていない、意識低い系だと言えるかもしれない。阪神サイドとしては、大谷翔平らが活躍した爽やかな WBC ブームで女性や子供の観客が増えている中、新しいファンをつなぎ止めるためにも汚い替え歌や
汚いヤジを封じ込めたいわけである。しかし恥ずかしいことではあるが、阪神球団がおざなりにそれを注意しても、1ビリのファンは何言うてけつかんねん、わしらは阪神ファンとして一生懸命やっとるんじゃと反論して、かえって余計に派手にやらかす可能性が強い。これがなかったら阪神はもっと早く日本一になった気もするが、大阪の1ビリとはそういう気質なのだ。すでに良識的な阪神 OB の能見淳や鳥谷隆は、蛍の光はやめてほしいと言ったようだが、阪神の選手 OB もまとまって、あれは阪神の選手としても気分が悪い、そういう応援はかっこ悪いとはっきり言うべきだろう。ネット上の声、 SNS 上では野球は一部のコアなファンだけのものではないという声や、現地行って思うけど、ほんまに過度なヤジ飛ばす人おるよな、うるさいだけやね、しょうもないヤジ飛ばすより全力で応援お願いします、本当に阪神を愛しているファンは今道頓堀にはいません、道頓堀にいるのは阪神に便乗している騒ぎたいだけのやつ、という良識的な阪神ファンの意見もある。あるスポーツ担当記者は、阪神ファンの治安の悪さは今に始まったことではありません、8月18日の DeNA 対阪神戦でも、ダイソー熊谷隆弘の盗塁死をめぐり岡田監督が猛抗議する中、岡田と岡田コールが沸き起こりました。しかし判定は覆らず、阪神ファンの怒りは最高潮に。阪神の逆転負けだったこともあり、レフトスタンドからメガホンやゴミが投げ込まれる事態となりました。さらに DeNA 選手のヒーローインタビュー中に六甲おろしを歌ったり、ブーイングの声が響いたりと、阪神ファンからもさすがにやりすぎと批判が集まっていましたと語る。野球ファンの一部ではヤジは文化と主張する声もある。しかし時代の変化とともに超えてはいけない一線も変わってきているのだ。岡田監督も激怒したファンのヤジ。2004年、阪神はリーグ優勝をした星野仙一から引き継ぎ、岡田が監督として初めて就任した。その年4位であったにもかかわらず、甲子園球場は超満員が続き、なんと延べ350万人もの観客動員数があった。ジェット風船を飛ばしメガホンを打ち鳴らしたり、応援のパフォーマンスを持った観客は見ることから参加することへとますます変貌していた。このノリの良さは大阪の1ビリ文化を基盤としている。タイガースファンにとっては勝ち負けより日頃のストレス発散にもつながり、いかに興奮できるゲームだったかが大切なのである。ユニフォームやハッピーを着て応援グッズを持って、自分が仲間であることを表現した途端に一体感が生まれる。人々は都市の孤立感から救われ、六甲おろしやそれぞれの選手の応援歌は明日への活力になっているのは明らかだ。日本一になった岡田監督も、かつて阪神ファンから受けた苦い経験もたくさんある。例えば2008年、優勝目前だった岡田阪神が原巨人にメイクレジェンドの大逆転を食らい、2位にもかかわらず辞任した時のことだ。10月4日の神宮球場でのヤクルト戦、引き分けに終わった試合終了後、岡田は三塁側フェンスに沿ってクラブハウスに引き上げた。その時、一人の心ない阪神ファンから、お前は選手の信頼を失ってんだよと非難の声を浴びせられた。その時さすがの岡田も我慢ができず、フェンス越しにここに降りてこい、誰に向かって言ってるんやとやり返してしまい、大騒ぎとなった。この時の自身について岡田は、そんなに激しく怒らなくても、自分でそう思ったけど、やはり焦りや苛立ちやったんやろな、と後に顧みている。いい時も悪い時も阪神ファンを愛してきた岡田監督、そして熱狂的トラファンたちの思いに応える時が今年やってきた。優勝後の会見で、大阪で生まれ選手、コーチ、監督と阪神ファンを最もよく知る岡田は、たくさんの声援をもらって本当にありがたく思う。ファンの人もちょっと優勝の余韻に浸ってゆっくり休んでほしい。応援疲れがあるかもわからないし、とユーモアを交えた
独特のどんでん節でファンに感謝の気持ちを送った。そこで皆さんはこのような阪神ファンをどう思いますか？今年日本一になった阪神タイガースのいろんな意見はコメント欄で教えてください。